隊、桃色さんと松さんが B 筐体です。ハイのシーンは始まってるのかな。あ、録画ももう始まってますか。こっちはじゃあもうしちゃおう。イベントモードの CM さーん。はい、じゃあ五郎さんどうしましょう。開幕の温度はよし、はいはい、よし。それでは4月1日金曜日、立ちかけますの5号店ブレイブルセントラルフィクション、シングル戦始めたいと思います。よろしくお願いします。ではでは、スタートボタンを押して始めてください。始まりました。4月1日、もう2016年度の始まりということで、第1回2016年度第1回といえばいいのでしょうか。シングル戦、本日は18名の参加ですね。いや本当はね、後ろの大変だよね。せっかくエフレルフルだし、やっぱ面白いことしようぜ。さっきまでは4月1日からのアークルの所感としては、いやーもう勇気の前出しで崩すしかないと。間違いない大変があるなってなって、なんか調子がすぐに真ん中を走る必要があるんで、そこに捕まらなくて状況を乗り切るのが大変なので、まあ誰かになれと。あ、おしゃおしゃおしゃ、大丈夫です。
ついております。さあ、ガガヤンでのガガヤンでのソーダールセンターでガチャンシューマイやっても無駄よ。近く長すぎて死ぬのよ。ブリ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 バスを使わせることに成功した。そうですね、そういう相手の接地無線に対するマイナッシュが非常に強いですよ。クレイスではあるので、このままは勇気を持して、ダッシュ。さあ、じゃあ、次、やるぞ。次マコトウウィンクンザイと PC やばい、コンボできない。ネイビープレッシャーがある。俺たちにはネイビープレッシャーがあるじゃないか。Please select your character。 1回戦じゃねえよ、これ0回戦1個見ていきましょう。ゴローマゴロ対The Wheel of Fate is turning。 これはゴロじゃない、ゴロさんじゃないよ。ゴロさんは取られなかった、見てなかった。竹山のゴロ対ニュートライン。やるじゃん。さあ、ここはI'm going to go to the hospital.
おめでとうございます。んじゃあまあ次テーマ、テーマいないまだ。まだ生きていたのね。雑誌はしぶといわね。あ、違う違う、間違えた。見上げた生き方。飛ばすしかない、飛ばすしかない。次どうしよう、春日井流星。春日井流星。無課金ルシフェルの大阪さんじゃないですか。やってこ。Please select your character. 僕たち、私たちルシフェル芸人ですみたいな。俺光る大阪でルシフェル芸人作れる。ここのえ。俺持ってる。俺グランデもある。アグリスはねもうちょいなの。もうあの装備が欲しい。ここで共通で作っていく。んじゃあ試合見ていきましょう。春日井九重対流星カルル。先日のブルラジでマスラチエさんにお手紙読んでもらった春日井のグラビアアイドルに、年下のグラビアアイドルに手を縛ってもらった流星。こっちは幸せもねえよ、この野郎。とっさに何度か何を逃れて立ち回り戻っていく。ここで攻めで時間を使っていきたい。おっと帝京大は水木カルルの勝利。 OK、 山ちゃん山ちゃんか、吉木さんも中段を決めてます。中段は頭のショットスーパードーンを当たって、ここの笑顔が決めてることですが、ここは流星の空投げが素晴らしいですね。まだやる。レベル2アクション。さあ第2ラウンド、これは見てるね。やめや、そういえばさっき吉井さんも何か言ってましたけど、ブルラジでお名前呼ばれたと。ドーンドーン、やってもこんな感じ。すごい今の8人目から動作ついてねえんだよ。さあバーストギリギリ溜まるか溜まらないかというところですが、最後の詰めになっちゃうか。ドローンよっよっ、ここの試合作る準備はしたいですね。ここはジャイジャイジャイ協力して、画面足どうすんだ。1番当たる。こうなるとこの前の大きさがかなり強力なので、ワンチャンス逃げては来ている。ここに最高の一番よっ、よっ、最後はてねー。姉さん、やったね。カール、ウィン。やはり人体を精錬する鍵はそこにありましたか。魔法と科学の融合、素晴らしい技術だ。すいません、じゃあランさん対大阪、お願いします。さあ続いての試合は大
赤の、ライチとランさんのイゾナミ。これで向こうで、ユイタバさん、決勝戦のバルケンでやってた時は、バルケンではイザナミでやってた時は、ライチとライチと見なかったんですが、今回はその関数5分だから、これはまた素晴らしいもんだ。大介さんの勝ちが行く。にはいかないわ。私の背負う責任を果たす前に。サイさんじゃねえ、ヨシキさんの勝ち。じゃあ次影響隊でユウトと松本さん。1回戦の最後見ていきましょう。ヒカル君対五郎さん、マルドナーヒギ、僕はスコブル苦手なこの組み合わせなんですが、まず五郎さんが2エシドで分かる。さあ、シルハシモトスクリア。さあ、ジミコメットをガンガン打ってくる。そこで、ガンガン打って、しっ
かし、小橋からでも見ていたんですが、ここは痛恨、ここまで現在機を動いてくる踏み切りに対しては、誠は安定したダメージを取りに行くことができます。6勝5人、コメントくれ、コメント、出力として非常に強い働き、上に出ししっかり戻ります、ね、素晴らしいタイプ。キャンスを受けるこれは水泡を知りたい、いつもの状況からいかがです。チャンスをうまく使う、いかがです。何から放射も燃えていたんですか。そうそうだ、クータイク地面を高く飛び出た、上の時で呼んでいた、素晴らしい。レベル2アクション、さあ今度はコルトのところに三振の足元をつけて押し込む、ダンスを消すと、すげーできるけど、よせ6番チップからの重心、ここも負けずと取り返していく、ちょっと待って、よーく払ってこのポーズを見てる、ちょっとしゃくチップを引っ込んで重心を2周よいしょ、ごめん、ごめん、もう一回少し、そこでバーキャッチ込み、ダンスをベスト、しっかり様子見が入ってる、あ、投げよう、いかがです、仕込みとくれ、タイミングがいい、いいお手伝い、さあ、お互い回収して、うん、動いてるわ、シーズンに向かった舞台崩したら、こちらうますぎる、うん、アゲストもその調子を頼むよ、医療レベル3受かればな、その給料でデッドアレーブ買ってくれ、いや、ダクションだよ、絶対楽しいじゃん、あのゲーム、アクション、さあ、ここまで楽しめばいいんですよ、はい、吉木さん対トマト、まあ、やる気持ちにトマト対キップを自分で刺されたりした吉木さんのキップの力、ラムダルの参戦、目標はまた来るのは相変わらず強い、ジョリジョリと言ってきて、ゴールをしてくれ、ラムダルユダダ、ボディエンシックル、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 ユダダ、ボディエンシックル
度はあんまり対戦経験がなさそうな感じがするんですが、いやーね、まあどちらもね遠距離戦できるから、あー懐かしいな、この吉木さんの人が懐かしいですね。結構減るな、この時期は気をつけたいと思います。ヨガダイ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 クチェイサーが強い。さあ、これはなんかポッポクリの音がするけど、さすがにラムダブルじゃないでしょ。ヨガダイヨガダイヨガダイさあ、カルルマンが瀕死なんですが、A 兄弟ではこれなんか水木の顔見んのすげえ久しぶりな気がする。最後はデイデイ Please select your character。どんどんやっていくか。じゃあ準決、A 兄弟でまず第1試合やってみましょう。吉木さんのラムダとユートの9、はい、そしてチームの試合リュウセイ対大阪、これが勝った方が先に、準決勝に駒を進めて五郎さんとの勝負になります。そのままお願いします。失礼します、ライトさん、少々は
select your character. Makoto Nanaya, Clover. さあ準決勝第2試合を見ていきましょう。五郎誠対流星カルル。いつもの。The wheel of fate is turning. Rebel one.さあこの2人の対戦はもう限界までに詰まってきてるような感じなのでもう俺が運命を語る必要ないですがそれが守るな安定と攻撃でプリンいきましょうトランプケースお願い強くいきますさあ姉ちゃんを絡めた攻防が続いておりますが向かいくまことが引きずりを押し切らずにスタートのクローカタッチバイン状況をどうするか さあ1本目は流星ですねまあただねこのラウンドは五郎さんバースト有利での開幕になるのでちょっと動きやすいかなさあ同じ光を動いて決めたらしいゲッチュランだってね、ミシュランからにそこに差し込んで強くいきますパチ、バナナの次に行くわしわしマリング対策もしっかり強くいきますしかしこの流星が強い大盛りそうね上から降ってきて、まことがワンコンで、ブーンで、シューコンメイトンケットメイトンが刺されたよろしくお願いしますさあいろいろと流星も対策をしてお願いしますどうやったかと思ったいいよりでお願いしますいいよりでいくぞごめんなさい痛くありませんでしたかカールウィン今日はまだ時間に余裕があるので三決も収録しましょうか五郎さん対ユウト B 兄弟で先輩Select your character. Nakamura Nagaya. さあ三決見ていきましょう。五郎さん対ユート。The wheel of fate is turning. この組み合わせは何が正解なんでしょう。Action. いや。こっちよ。結構積極的に動いとる作戦はありかなとは思ったんですが結構俺らを生まれたとここでルートが五郎さんに勝つと次大会に出場した誠塚より全員にこてんこてんされたということになるのでこれは五郎さんに西業界の全てを背負って頑張っていただくというところなんですがアメジスト。アメジスト。ユウトは結構アメジスト。
効果的に使ってきますね。さあ、空対空というか、ポジションの取り合い、お互いに無理はできないというか、まことに無理ができない。ネギが立ってる。かなりお互いに画面を広く使って、さっきからこっちの方が2点3点としていますが、さあしつこいアメージで動きを止めるというのが結構ヌートの攻め方になってますね。さあシンプルはこれコロナでコロナで始まったんですので先ほどの試合だけはもうよっしゃー、アメージじゃない、ザーじゃない、妖精さんが今の強い、もう一度妖精さん押しかけよ、ね、モリーじゃねえや、全部当たらない、なぜよし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 なんちゃらなんだろう、カーブナルドがなんかあれでしたっけ、相手が意味ないでしたっけ、さんが3位ということで決勝決勝龍星と吉木さん、キャラセルのなんか後ろの水色が鮮やかになってる気がするんだけど、俺がゲームやってないだけ、前から気のせいかな。さあ決勝、決勝ヨシキラムダ対流星カル、ラムダ対カル見たことないんだけど、ニューカーニューカーニューカーニューカさあ、バイクチェイサー、バイクチェイサー、ロキディ、ロキディ、アクトパスター、よし危ない、さあ、ジェントルガストは吉木さんが損していたんですが、一瞬にして、風船に流れが行ってしまう、ロボバース撃つ、Yeah, come on.
久しぶりに優勝しているようなイメージなんですが、ならば僕の研究の糧になってもらいます。さあこれで本日の大会はそれで終了する。土曜日はね、4月第1週ということで、八王子セントラルにて分からせバトル土曜版がありますので、お暇な方はぜひお越しください。よろしくお願いします。ということでこの辺で